アムアムチャンネル。この動画の最後にアミズがあります。ではスタート。こんにちは、アムです。今回はダブルブリムのビーニーハットを編みます。サイズパターンは10種類用意しましたので、ぜひ自分にぴったりのサイズの帽子を編んでみてください。それでは始めます。今回使用する糸はセリアさんの七色彩色です。こちらは 30g54m、 波太程度の太さです。そして使用する針はですね、まず最初作り目をするのに8号の 30cm の棒針と、そして本体を編むのに 40cm の8号の輪針です。それとトップのところですね、この辺になるとちょっとこれでは編みにくいので、5本針、これは20センチかな、こちらを使いました。そしてですね、今回はサイズたくさんありますけれども、こちらが56センチ、頭回り56センチ、こちらが55センチ、こちらが54センチです。で、私がかぶってみて56センチだとブカブカでもないんですけども、ちょっとふわっとした感じで少し緩いかなって感じがしました。そしてこちらの54センチ、これも頭に入るんですけども、ちょっと少し軽く締め付け感がありました。で、真ん中取って55センチにしましたら、ちょうどよくフィットして気持ちよくかぶることができます。ですので、まあ、大体私の頭のサイズを標準だと思いますので、今日は55センチで編んでいきたいと思います。で、編み図用意したんですけども、ちょっとこれは分かりにくいと思います。イメージ的にはこんな感じで、ここで作り目をして29段編むんですけど、これを2つに折って半分の幅になります。ですので2つ半分に折るので12センチが6センチになります。そしてここは増減なしで92目でいきます。そこがここです。そしてトップに来て8つに分けて減らし目をします。ここが7センチです。21段70センチです。こんな感じに編んでいきます。そして他のサイズの方なんですけれども、こちらがこれ英語ですね、こちら日本語のパターンを作ったんですけども、こちらが92目、こちらのこのサイズ、頭回り55センチのパターンです。これを今日やっていきます。そしてこちらが基本パターンで55センチなんですけれども、他のサイズが見たい方はこちらで51センチ、52センチ、53センチ、54、55、56、57、58、59、60センチまで用意してあります。ぜひぴったりサイズで編んでみてください。そして同じように英語のパターンも用意してあります。こちらが基本パターン、あと10種類ありますので、PDF ファイルもあります。あと PDF ファイルが印刷できない方は動画の最後を見てください。ではこちらで編んでいきたいと思います。まず作り目を92目作ります。ちょっと細かくて申し訳ありません。で、作り目の作り方は前回の動画でやったんですけれども、棒針にかぎ針で編みつける方法です。8号の30センチの棒針です。そして今回はこの色で編んでいきますので、この色が目立つ反対色というか目立つ色で作り目をしたいと思います。こちらで作り目を作ります。前回の復習ですけどやっていきます。まず輪を作ったら、この輪の中に右手の親指と人差し指を入れて編み糸を持って引っ張ります。で、縮めるとこのような輪ができます。これにかぎ針8号、これを中に入れます。5ミリです。そしてここは引き締めて、これは数えません。そしてこの編み糸、
編み糸を下にして上に棒針を乗せます。そしてこの下を棒針の下を通った編み糸をかけて引き抜きます。これで1目です。そしてこの糸はこのまま編まずに下に回します。そしてまた引き抜きます。2目です。同じように3目、4目、5目と、こんな感じで92目編んでください。そして92目編んだのがこちらになります。よいしょ。ここで92目になってます。針を戻します。そしたら最後ですね、こういう状態になってますので、ここから鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5。そしたらこの糸はもういらないので、いらないというかこちら余った分はいらないので邪魔にならないところで切ってしまいます。これで作り目ができました。ここに棒針編みで編んでいきます。まずはじめは分かりにくいですけども、1段目は表92目ですので、こちらの輪針で表編みで編んでいきます。あとでこの糸を使って最後閉じますので、少し残しておいて10センチぐらいあれば大丈夫です。残してください。そしたら表編みですので、この針にかかった目の左から針を入れて糸をかけて、この糸を輪の中に通します。通したら輪針に移動します。これで1目です。で次も左から入れて針をかけて、はい、針を入れたら糸をかけて、この糸をこの輪の中に通して右針に移します。また同じように全部92目こちらに移していきます。ここで目を落とさないように気をつけてください。92目編みました。そしたらもうこちらの長い棒針はいりません。今度は輪針で編んでいきます。これがよじれないようにします。水色の部分をみんな内側にしてみます。そしたらこうして輪にして、この編み糸で編んでいきます。今度は2段目からは1目ゴム編みですので、表裏表裏表裏とずっと編んでいきます。まず表編みですので、先ほどと同じように目の左側から針を手前の左側から入れて、この糸をかけて輪の中に通して右に移します。そうするとここはとても緩んでますので、ここでしっかりと糸を引いてください。で次裏編みです。 裏目は糸を左針の手前にします。そして右から針を入れて、この糸をかけて、このここ中を通して右針に移します。これで裏になりました。そしたらもう一枚編んでこうかな。表の時は編み糸が後ろです。そして左から入れてかけて抜きます。
左裏は手前にしてかけて写します。そしてこのくらい編んだら、ここちゃんとしっかりとまた引いておいてください。そして先ほどこちら5目編みましたので、これとこれを一緒にして、そしてグリップで留めておくといいです。ここの根元、そうするとここが間隔が編み終わりと編み始めが開く心配がありませんので、このままずっと1目5枚編みで編んでいきます。今表が裏が終わりました。表裏表裏です。で表はこんな感じですね。こちらが裏は手前に糸があります。表編みます。こちらから入れて糸をかけて引き出して右針に移す。裏は糸を手前にして右から針を入れて糸をかけて移す。こんな感じで表裏ができました。全部表裏表裏と一目ずつ編んでいってください。最後表裏で終わります。そしたらこれを一旦外して引き締めておいて、次に段数マーカーをつけておきます。そしてちょっとまた心配だから、もう一回ちょっとここ閉じておきますね。止めておきます。で2段目も全部一目ゴム編みですので表裏で始まります。ここ裏で終わってますので次表で始まります。表裏表裏表裏、そしてぐるっと編んだらまた3段目も同じように、今3段目ですね。最初が1段目が表だけ、2段目から29段目まで一目ゴム編みで編んでください。29段一目ゴム編みで編みました。ここからここの赤い線まで来ました。そしたらこの声を半分に2つ折りにしたいと思います。そしてこんな感じにしたいので、これはこの編み始めを向こう側に持ってきてこうして折っていきます。そしてこちらの目とこちらの目を一緒に編んで閉じたら、あとメリヤス編みで編んでいきます。でこちらを編む時なんですけども、このまま目を一つずつ拾ってってもいいんですけども、ちょっと落としちゃうと困るので、先に何の針でも何号でもいいんですけども、今回8号のこれは60センチがありましたので、こちらに移したいと思います。移す時はこの作り目の編み終わりですね、鎖編み5目あります。この一つをほどきます。これをほどくと、あとはトントントンとほどけていきます。そして最初の目、このほどく糸を持って最初の目に針を入れます。そして引っ張ると移ります。次の目も針を入れて引っ張るとほどけます。またここです。ここに入れて引っ張るだけでほどけて移すことができますので、1目ずつゆっくりと目を落とさないように移してください。編みながらほどいていくと落とす心配がありますけど、ここに通しておけば編みやすいですので通すことをおすすめします。40センチの輪針でもいいし、60でも80でも40よりも長ければ大丈夫です。号数は別に8号でなくて6号とかでも全然大丈夫です。
目をここに休ませるだけですので、では全部通してください。ここで終わってますけれども、ここはこの続きを編んでいきますね。で、続き編むときはこの糸とこの糸を一緒に編んでいきます。で、あ、ちなみにですね、今ここまで編みましたけど、ここまででだいたいこれが一玉です。で、ここの途中で一玉です。で、あとちょっとありますので、だいたい二玉半ぐらいで一つ完成します。ですので、ここまでが一玉。ここまでが一玉、もうちょっと半よりも使うかな。さ、三玉あれば大丈夫です。ではこちら戻りますね。でこれとこの糸とこの目とこの目、これを一緒に編んで目数は92目にしていきますので、まずここで針揃いますね、頭を。そしたらここ編み終わりですね。そしたらここは全部表編みでいいです。表92目ですので、ゴム編みはもう終わりました。全部表ですので、表です。こちらから針を入れます。そしたらこちらにも入れます。そして糸をかけて、まずこちらを抜いてしまって、よいしょ、こちらも抜きます。それで2本一緒に編めました。また裏じゃなくて今度表です。こちら左から入れて、こちらも左から入れて、かけて、こちら外して、こちらも外します。よいしょ。またこちら手前ですね、手前を入れて、向こう側の針も入れて、糸をかけたらこちらを抜いて、こちらも通します。こんな感じで全部2本の針を1つの目にしていきます。こんな感じです。これを1周編んでいきます。こっち手前に入れて、向こう側に入れて、糸をかけたらこちらを外して、手前も外す。手前に入れて、向こう側に入れて、糸をかけて、外して、こちらも外す。こんな感じです。で、糸がなくなった、やはり目が編みにくくなったら、ちょっとごめんなさい。よいしょ、危ない。危なかったです。よいしょ。こちらを少し移動させてあげると、手前に寄せていくと編みやすくなります。2つとも寄せます。そしてこの間隔が狭くなった状態にしておいて、こちらと向こう側、そして1本抜いたらこちらもですね、ちょっとここが間違いやすいですね。手前に入れて、向こう側に入れて、糸をかけて、向こう抜いて、こちらも抜く。手前に入れて、向こうに入れて、糸をかけて、向こう抜いて、手前も抜く。こんな感じでずっと一周編んでください。最後ですね、こちらとこちらで通して通します。はい、できました。そしたらもうこちらの輪針はいらないです。はい、こんな感じでダブルブリムができました。ここが輪になってるので、かぶった時にこの線がとても綺麗です。
とはですね、表目だけです。28段全部表段でいきます。マーカーをつけます。今これで今1段目が終わりました。28段目まで表を編んでいきます。ぐる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 、表だけですのでとても簡単ですね。ここ割れてるかな、よいしょ。ここまでが大変でしたね。あとは楽です。ぐる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 編んでいってください。一周したらまたマーカーを入れてぐるっと編んで28段まで編んでください。で、編んだのがこちらにあります。再度28段編みました。ここが28段です。で、目数は全部92目です。で、ここまで減らし目がないので簡単なんですけど、今度トップで減らし目をしていきます。で、ここでポイントはこの1段目です。トップの1段目、ここで8で割り切れる倍数、8で割り切れる数にしていきます。で、今92目ですので8で割れないので、このところでトップの1段目で表を21目編んで右上2目一度、これをグループを4回で88目にしてあります。ですのでここで表21目一度で1回2回3回4回で88目にしました。で、あとは8目ずつ、ここ全部8ですね、8目の割り切れる倍数数ですので、表9目2目一度、表8目2目一度、表7目2目一度と1つずつ減らしていくと、最後は8目残る、ここですね、21段目8目残って、これをまとめれば完成ということになります。で、こちらは91目の場合ですけども、他のパターンの場合も同じです。サイドを増減なしで編んできたら51センチの帽子を作る場合は、これ1段目で表19回2目一度を4回で80目にします。で、52センチにする場合は表12回2目一度を6回やって、最後は表2回で80目にします。で、53センチの場合は表9回2目一度、このグループを8回で80目にします。そうすると全部51センチ52センチ53センチが全部80目になります。そしたらこちらと同じ方法でこの1段置きですね、1段減らしたら次は増減なし、1段減らして増減なし、これを 1,2,3,4,5,6,7,8 回していけばなります。大きい帽子も同じです。大きい帽子もここの1段目で調節して、あとは同じように減らしていきます。そうすればいろんなサイズまたありますね。こちらもあります。60センチにする場合も同じです。表14回して2目一度、これ6回して最後6目残りますので、これはそのまま編んで96目にしたら大丈夫ですね。この図の通り8つに分けて減らしていけば完成します。では最初のここだけです。ここは表21回右上2目一度ですので、これをやっていきます。表21回ですので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、 あっと行き過ぎてしまった、よいしょ。今16ですね。17,18,19,20,21,21目編みました。よいしょ。ここからここまで、ここまでですね。で、ここで初めて2目一度があります。右上2目一度ですので、右上2目一度はまず次の目を表編みを編むようにして針を入れて
右に移動させます。そしてまた表編みを表を編むんですね。表を編んで移動させた目をかぶせます。これで2目一度です。また21回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21回編みました。そしたらまた右上に目一度です。左上だとね、こっちから編むとね、とても編みづらいんですよね。ですので右上にしました。表編みを編むようにして糸を滑らせます。そして表を1目編んで滑らせた目をかぶせます。これで大丈夫です。また21回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21回編んだら滑らせて次を編んでかぶせます。あともう一回やります。21回編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。そして最後表、右上の2目一度ですね。はい、一周しました。そしたらダンスマーカーを移動させて、次の段は偶数段は増減なしですね。増減なしで表を88目編みます。このまま全部表編みです。はい、これで88目です。で、 8の倍数になりましたので、あとはこちらの 1、2、3、4、5、6、7、8 等分した編み方はどのサイズも全部同じです。ですのでちょっと拡大図をお持ちしますね。はい、こちらが拡大図です。今2段目まで終わりました。3段目です。3段目は1目が9回ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9回したら2目一度。4段目は増減なし。5段目は1目が8回で2目一度。5段目。で、7段目が1目が7回2目一度。こんな感じで7。9段目が1目が6回2目一度。10時段目が1目が5回2目一度。13段目が1目4回2目一度。15段目が1目3回2目1度、17段目が1目2回2目1度、19段目が1目1回2目1度、最後は2目1度を8回繰り返して終わるという計算になります。ですのでこちらとこちらを一緒にこうあると分かりやすいかもしれませんね。では3段目を編みます。3段目ここですね。こちら1目9回です。ですので1回2回3回4回5回6回7回8回9回9回ですね。そして2目1度ずつですので右針に1目残
移したら次の目を編んでかぶせる。これが一つです。一つ、あとよいしょ、これがここができました。これを 1,2,3,4,5,6,7,8 回繰り返すだけです。ですのでまた元に戻って1目9回です。1,2,3,4,5,6,7,8,9 回編んだら2目一度また9回編みます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 回編んだら2目一度また9回です。1,2,3,4,5,6,7,8,9 回、そして2目一度また9回です。1,2,3,4,5,6,7,8,9 回編んだら2目一度9回です。1,2,3,4,5,6,7,8,9 回、そして2目一度また9回編みます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 そして2目一度また9回です。1,2,3,4,5,6,7,8,9 そして最後2目一度です。大丈夫かな、ちょっと割れましたね。段数マーカーを移動して次の段は増減なしです。増減なしで80目編みます。このまま80目編んでください。はい、80目編みました。そしたら次は5段目は表8目2目一度、これを8回で72目になります。こちらですね、表が 1,2,3,4,5,6,7,8 回で2目一度、このグループを8回繰り返します。ですので 1,2,3,4,5,6,7,8 目編んだら次の目を右に移して次の目を編んでかぶせます。でこんな感じでやりました。でまた1目8回です。1,2,3,4,5,6,7,8 そして次の目を移動させて次の目を編んでかぶせます。こんな感じです。このようにして編んでいくと、この図のように編んでいくと、こちらとこちら同じですので両方見て編んでいってください。で最後までいくとこんなようになります。ちょっとここでここから数えるとしたら、ここが1としたら1 2 3
4、5、6、7、8、ここが8個に分かれてます。で最後は後でやりたいと思いますので、最後8目になるまで編んでください。トップを12段まで編みました。こんな感じで7目で 線が入ってます。そしてちょっとこの輪針で編むのがちょっときつくなったので、こちらの短い針に棒針に変えたいと思います。で変える時なんですけども、8の倍数になってますので4で割り切れる数字にしたいので、今48目ですので12目ずつに分けてみたいと思います。でこれ取っちゃうと段の終わりがわからないので、ここで段の終わりという印をつけておきます。でここから12目にしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、よいしょ、12にするとこの模様が2つ分になります。ですので減らし目をしてもこの棒の中で収まります。またこちらも12にします。これ3本に分けちゃうと後が面倒くさくなっちゃうので4本にしてください。なければ3本でも大丈夫です。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、これでまた2つ分ですね。3本すると2目一度の時足んなかったりして、こっちの針借りたりするので面倒ですけど、できないことはないです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。48目です。そしたら、1目4回2目一度8回ですね。ですので5本目の針で編んでいきます。1目4回です。1回2回3回4回編んだら2目一度、また1目が1回2回3回4回編んだら2目一度かぶせます。そして棒針の場合はこことここが緩みがちですので、なるべくこう近づけて編んでください。ここでギュッと締めときますね。1、2、3、4、2目一度、1、2、3、4、2目一度、で次の針に行ってまたこことここが離れないように1目目を編むときにちょっと引いてあげて2、3、4、2目一度、1、2、3、4、2目一度、あともう一本あります。ここで編んだら引いてあげて2、3、4、2目一度、2、3、4、
したら次は1名ずつ40回ですね。表ばっかり10名になってます。次減らし目です。今度は1目3回2目1度8回ですので、ここで1目3回です。1、2、3、そして2目1度1、2、3、2目1度はい、こんな感じでちょっと減らして始めまでにしてください。20段目まで編みました。あと20時段目です。2目1度全部します。8回します。まず1つ目の2目1度、次が2つ目です。2本しか残ってないですね。でここも2目1度です。です。はい、これで8目になりました。こんな感じです。もうこれはいらないですね。もう編みませんので。そしたら最後ここ閉じる分を残して。糸を切ります。で針に糸を通すんですけど、太いのでもいいか。そしたらまずこの2目を通します。そして次の2目通します。3本目そして4本目はい、でもう一周通したいので次の2本通したらこれは取っちゃっていいです。また次の針のところ通したら外します。次の針外します。次の針外したらギュッと引っ張ると中心が閉じられます。そしたらよいしょ、ここちょっと形整えますね。もうちょっとこれ縫っとくと綺麗ですね。よいしょ、そして後ろ側に来ます。後ろに来たらここでほどけちゃ心配なので、中心のところ一つ結びたいんですけど、ちょっとすくって少しすくって1回2回巻きます。そして針をギュッとして、でここで止めたらちょっとこちらへ表に響かないように少し戻りますね。これちょっとすくって、そして横にちょっとこういう糸をすくって、丸ごとこうやってすくわないで上の方だけすくってくださいね。でちょっと縫っておきます。
そしてここで切っとけば安心です。はい、完成しました。で、糸が3玉目がやっぱり半分くらい残りましたね。2玉半出てきました。消費税入れても300円出てきますね。で、あと他のサイズですけども、先ほどちょっと説明しましたけども、ポイントはここですね。ここの目数が今92目でしたけれども、他のサイズの場合は目数が変わってきます。そしてまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編んでいって、この長さはお好きな長さに変更しても大丈夫です。で、ここに来たらここのトップの1段目で8で割れる目数に調整します。で、調整したらあとは8つに8個に分けて粉編み図で編むだけです。そうすればいろんなサイズの帽子ができますので、ぜひ試してみてください。で、このままでももちろん可愛いんですけれども、こちらは布プリという用紙でプリンターでパソコンで入力して印刷したんですけど、こういうタグを作ってこういうところにつけても可愛いし、あとこういったポンポンを作って上にこうつけても可愛いかと思います。お好きにアレンジして楽しんでみてください。で、今年とてもなんかセリアさんの何でしたっけ、七色彩色ですね、綺麗な色がいろいろありますので、ぜひ綺麗な色で楽しんでみてください。こういうところをね、こうつけても可愛いと思います。以上です。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画も見てね。チャンネル登録をよろしくお願いします。